あのちゃん、そんなことでございます。ということで今日なんですけども、久しぶりに市場で最も輝いていた魚買ってさばいてみようシリーズ。朝市っていうのはですね、いろんな魚が全国から集まってきます。その中で僕がパッと見て、おこの魚は一番いいなと思う、そんな魚を1尾買って家でさばいて食べていこうという企画でございます。今日はどんな輝いた魚がいるでしょうかね。今日月曜日なんですけど、人は少なめですね。お魚も少なめじゃなきゃいいけどね。じゃあ行きましょう。まだ寒いね、ちょっと。うわやば、でっか、見てこのハマグリ。え、これか、この大きさですよ。これハマグリ特大だね、今日は200キロ以上持ってる。うわハマグリが今から美味しいでね。うわこれも春のお魚、サヨリですよ。魚少なめだな今日。あ、ホタルイカもあるじゃん。ボイルホタルイカ1枚1500円。でもせっかくならホタルイカだったらこっち行きたいですよね、生ホタルね。うわこれめちゃくちゃいいやん、ピッカピカなホッケ。最高もすげえいいね。わ、フグの白子もいいな、あれいいなこれ。でその下のこのボタンエビね、これめちゃくちゃいいよ。甘エビもいい、まだ透き通ってる。なあこれでっか、超でかヒラメ。わこの牡蠣めちゃくちゃ物いいな、これすごい身入り。こうやって開けてくれてあると安心ですよね。毛ガニは今時期ですからね。1杯4300円だって安いね。マスもいいね、桜マス今出てきました、春の風物詩。カリナさんおはようございます。おはようございます。今日はどうですか。あ、うわいい、いやオリイカがおるな、そそられちゃうな。これもいいクロダイだな、この前の海鮮ボックスに入ってきたぐらいのいいクロダイですね。ちょっとあっちを見に行くか。ホタテうまそう。え、なにこれ、エリンキンチャク、エリンキンチャク、何このホタテみたいな、ホタテじゃなさそうな貝、初めて見た。魚ないって言ってもやっぱりあるね、いろいろと。あのなんとか巾着みたいなのが気になるな。今日1個だけじゃなくて気になったやつもちょこちょこ買うかも。うわやっぱり貝がいろいろある、ホラ貝からいろいろ、サザエからね。一通り見ましたけどやっぱりこれかな、サクラマス。これいきましょうか。やっぱり今から出てくる魚といったらこれですよね。こちらを買ってさばいていきたいなと思います。と思ってサクラマス買おうとしたら、僕の長年求めていたものが入ってるって。こんなことあるんだ。これちょっと揚げたって見たのが足長ダコだ。ちょっとこれ欲しいな。これイカシで持ってきますかね。もちろん。あ、じゃあこれ持ってこう。これずっと探してた俺、売ってなかったんだよね。ずっと探さんも1ヶ月前から入ってくる。もう1ヶ月前から入ってくるんだこれ。サンナッチ作れるじゃん。これ買います、2つともください。なんで今日輝いていた魚はサクラマスと思いきやアシナガダコでした。一応サクラマスも買いますけども、いやちょっと嬉しいねこれ。うわあれが作れる。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。というわけでですね、本日輝いていたお魚こちらになります。じゃん、こちら。これサクラマス買った後に奥から出てきたんですよ。ほらテナガダコ、生きたやつ。これは初めて見ましたね。意外とね入るらしいんですよ。今日たくさん買ってきました。水槽でも生かしておこうかなと思って、好きな時に食べれるんでね。どのくらい生きるのかちょっと分かんないんですけど。で桜マス買ったんですけど、これすごい話があって、買って市場からスタジオに行く最中の車の中でよくしてもらってるお魚屋さんから連絡があって、とんでもない桜マスが入ったと。僕はずっと前から頼んでたんですよ、桜マスのめちゃめちゃ太ったやつって。板マスって言って、もう太鼓こんなんで球体みたいな、そんなマスがいるんですよ。天然物でこの時期になるとたまに上がるんですよ。値段めちゃめちゃ高いんですけど、それが入ったみたいなんで、まあ、今日はちょっと桜マス買ったんですけど一回やめましょう。個人的に僕食べます。板マスの回が次ありますんで、板マスでやります桜マスは。ほんでなんか面白いなと思って皆さんにお見せしたいなと思ってこういうの買ってきました。トロサバ、要するに養殖のサバですね。サバも養殖になるとここまで太るんですよ。すごくないですか、コロンコロン。これちょっとおろしてみましょうか。これ養殖なんでアニサキスがいないんですよ、まあ、海で育ててるんで、まあ、100% とは言えないかもしれないですけどね。だからもうしめサバする時も一回冷凍しなくてもいいんですよ。これでしめサバ作ったらもう油ノリノリのすごいしめサバができます。でこれは今日食べようかなと。もう今の時期しか出てこないやつですね、生のホタルイカ。こういう風に売ってるんですよ。
ものすごく鮮度が良くてお刺身でもいけるんですけど、刺身等で生食する場合は必ず内臓を取りください。やっぱりね、寄生虫が入ってる場合ありますんで、お刺身で食べる場合は内臓を抜いた方がいいみたいですね。なので今日これお刺身を作ってみたいなと思います。なので今日はテナガダコのお刺身、サンナッチとホタルイカのお刺身、サバはちょっとおろすだけおろしてみて、まあ、皆さんに見せたいなと思って買ってきたものなんで、サバは僕の明日の朝ごはんになります。そしてこちら、じゃん、大好評いただいておりますオオズワイガニですね。これ僕事務所にも工場の人にも僕何にも言わずに個人的に抜き打ちで買いました。これを見ていきましょうか。うん、ものすごく見た感じ良さそうですけどね。こういう抜き打ちで買うってめっちゃ大事なんですよ。そういう感じでやっていきたいと思います。でまずテナガダコですね。これちょっと多いので水槽に一袋入れますか。さあでは水槽に入れますか。これ車エビね、わざとこうやってやってるのなんでかというと、そのまま放つとタイに全部かじられるんですよ。おい、おお、うおー、すげえ。壁にいきなりベターンのタイプだ。よしよしよし、入れていこう。これテナガダコって砂地に生息してるタコなんで、このサンゴの砂、これがいい感じなんじゃないかな。いけいけいけい、まあ、心配なのはタイがこいつらを食わないかっていうのですよね。いやー、ほんとにこのイケスは買ってよかった。ほい、うわ、一気に華やかになった。まあでもこれは早いうちに食べる必要がありそうですね。あ、でもタコもこうやって観察すると面白いな。うわ、すげえ、うわって、ほら、めっちゃ幻想的。あ、そういう風に泳ぐの、すげえ綺麗。うわ、ほんと水族館みたい。金子はいつでもサンナッチが食べれる状態を手に入れた。まずこちらのサバ、ちょっと中見てみましょうか。僕ね、実は唯一魚のアレルギーがあるのがサバなんですよね。まあでもそんなにひどくないんで、この1匹シメサバとか刺身で食べるぐらいだったら出ません。ただ鮮度が悪いサバを生で食べたりすると結構出ますね。加熱してあるまで出ないんですけど、実は気まぐれクック魚のアレルギー持ちです。サバだけ検査してちゃんとサバも出てました。多少ですけどね。さあどうだ、これ養殖のサバ、もうすごいコロンコロンだわ。あ、サバの卵も入ってますね。ほら、いいですね。でこの養殖のサバってなかなか売ってないんですよね。今日久しぶりに市場で見ましたよ。さあ身はどうだ。うわ、真っ白、この色ですよ、ツヤツヤ。これは塩焼きで食べたいのでこの状態で2枚おろしにしておきますかね。でもそこまで鮮度バチバチってわけじゃなさそうですね。こんな感じですね。これが養殖のサバでした。自然界にも、まあ、本当にたまにこのぐらい超えたサバっているんですけど、まあもう今もうほとんど見ないですね。僕はでもシメサバにするんだったらあのぐらいの養殖のサバより油 60% ぐらいのサバの方がサバの香りもあって好きです。ではお次はオオズワイガニ見てみましょうか。じゃん、2キロです。あ、今回はオスが多めですね。オスが 1,2,3,4、 メスが3倍ですね。市場とかスーパー行くと最近このオオズワイガニがズワイガニで売られてますよね。なんかもうごっちゃごちゃになっちゃってる。これいきなりいっぱい出てくるもんだから魚屋さんとかもまだ分かんないでしょうね。多分僕の視聴者さんの方が詳しいんじゃないかなっていうぐらいの時ありますからね。でオオズワイガニこれね、茹でてすぐだったらいいんですけど、どうしても1日冷やし込んじゃったりするとちょっとこういう風に黒くなっちゃったりするのがあるんですよね。どうしても特にねオスが多いです。ちょっと開けてみましょうか。これですね、ここがねちょっと黒くなっちゃうんですよ。これ何かというと、これカニの血液がこう酸化して黒くなっちゃってるんですよ。これ決して古いカニを茹でてるとか、あと茹でが甘いとかそういうものじゃないんですよね。酸化防止剤入れてやることである程度抑えれると思うんですけど、まあ、ちょっと今それはね検討してないんですよね。無添加でいこうかなというのでやらせてもらってますんで、これ黒くなってもこれ食べても何も問題ありません。でこれ味噌のところが黒くなってるわけじゃなくて、この薄皮わかりますかね、これここの周りのここの部分がちょっと黒くなっちゃってるんですよ。これ味噌じゃないんですよね。食べてもそんなうまいなっていう部分じゃないんですよね。ここが味噌なんですよ。であとここエラですね。でこのエラから多分ね来ちゃうんでしょうね。エラと薄皮はどっちみち食べませんので、これも取っちゃえば大丈夫です。これねオスに多いんですよね。これなんでかというとオスの方が内子が入ってない分空洞なんですよ。なのでちょっと出やすいんですよね。メスのね方は出にくいんですよ。
ほら、メスはね、すごく綺麗なんですよね。どうしてもオスのカニは、茹でて一日冷やし込んじゃうと、やっぱ血が酸化しちゃうんですよね。で、ズワイガニの業者さんにも聞いたんですけど、やっぱもうズワイガニって、そういうものだよって言われました。なので、まあ、それが気になるところは酸化防止剤を入れたりだとか、あと茹でて、すぐに冷凍する。そうすると止めれますんで。なんで世の中ってこの姿のズワイガニって、冷凍が多いんですよ。こういう味噌が入ってる、茹でたての直送っていうのは、ないですね。なるほどなと思いました。伊勢海老とかでも1日冷やすとすごくね、やっぱ味噌の周り黒くなっちゃうんですよね。いや、見栄えはね、やっぱちょっとあんま良くないんでびっくりしちゃう方多いと思うんで、ちょっとここで説明しておきますね。でもね、出ないやつもいるんですよ。やっぱね、オスがやっぱ、こうやって出ちゃいますね。一応金子道具店のページにも記載はしてあるんで、読んでもらえると嬉しいです。現場の人もこれ茹でる段階でものすごく選別してくれてあります。殻見てちょっと黒いものとか、殻がもう明らかに汚いものとか、殻がベコベコのやつとかは排除してもらってます。何も問題ありませんので、来る部分をちょんちょんと取って、 この濃厚なこの味噌ですよ。これ一匹分すからね、この味噌を。めちゃくちゃうまいんだこれが。こっちちょっと少なめですね。やっぱり自然なもんなんで、このカニは味噌が多い、このカニは味噌が多い。これはありますね。うわ、これやばい。黒いのも、こうやって、身の方にはいってませんので、どうしても自然のもので、僕らも殻を開けて、一個一個見れるわけじゃないんで。あ、ほんでもう一個言いたいのが、大ズワイすごく反響いただいたんですけど、金子道具店以外のところが、僕のハッシュタグとかをつけて、販売してるんですよ。大ズワイっていうのがこう、認知されていって、いろんな業者さんが大ズワイ扱って売れてくれるのはとっても嬉しいんですけど、僕の名前使ってもらうのはちょっと困るなと。何かあった時に僕責任取れませんしね。僕が大ズワイを販売しているページは金子道具店だけです。2キロで税込み5,000円、こちらの企画だけでやらせてもらっておりますので、それ以外は金子道具店一切関与しておりませんので、そちらの方よろしくお願いいたします。まあでもうちで買うのが一番いいと思うよ、正直ね。ここまで顔の見える生産者ってなかなかいなくないですか。あ、これはね、でもオスでも、ほら、こうやって、黒点ついてないですね。こういうのもね、いるんですよ。まあ、あんまりにもやっぱ多いようだったら、酸化防止剤も入れようかって話も出てるんですけど、この動画で少しでも理解していただけたら嬉しいです。これとなんか今日合わしたいな。タコとカニ味噌。うますぎて全部食っちゃうな。いや、これでも食べたい。これすでに届いてるお客さんからは、大盛況いただいておりましてですね。美味しかったよって声たくさんいただいております。本当に茹で加減がバッチリ、家ではこんな綺麗に茹でれません。そしてですね、こちら大ズワイガニ、本日12日の6時から予約もう一度スタートさせていただきます。ありがとうございます。前かなりの量を予約で用意したんですけど、本当にあっという間に売れてしまって、しかも平日のですよ。お仕事とか学校行かれてる方も多いので、見れなかったぞって声たくさんいただきましたので、本日は夜の6時から予約を開始いたしますので、ぜひこちらの今しか食べられない奇跡のカニ、大ズワイガニ、こちら召し上がってみてはいかがでしょうか。味噌もうち粉も卵もバッチリうまいです。これね、本当にこんだけ味噌が入ってて、しかもメスもメスで、これうち粉がしっかり入ってるんですよね。なかなかないんですよ。一度食べてほしい、そんなカニですね。これ来年は本当に取れてないかもしれません。そしてもしかしたらもっと大量発生してるのかもしれませんけど、美味しいんで、ちょっと釣り合ってない気がします。もっと評価されてもいいカニだと思ってるんで、多分これは来年もちょっと値段上がっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあでもこれがすごく大量発生しちゃって、漁師さん困ってるって現状ありますのでね、たくさん食べて漁師さんも応援したいですね。カニの再販始まりましたという話でした。そしたらじゃあホタルイカ行きますか。ホタルイカ行って、サンダッチ行きますか。今日はね、早いですよ。調理。ではまずホタルイカやっていきましょうか。この時期になるとね、市場で見かけますよね。でボイルホタルイカはスーパーでこの量入ってたら大体400円500円で売ってると思うんですけど、生だとこれ1枚で2000円ぐらいします。ホタルイカ冒頭も言いましたけど、寄生虫がいるんですよ。アニサキスとはまた別のセンビセンチュウっていう虫もいるんですね。こいつがね、結構厄介で、食べちゃうと結構ひどい目に遭うらしいんですよ。なんでこれもし生で肝ごと食べたい場合はマイナス30度でもうしっかりと1日2日冷凍すれば、まあ、食べられないことはないみたいです。生で食べる場合は今からやるんですけど、内臓を取ってゲソと身だけにして食べるというのが一般的みたいですね。こういう細かい作業好き。かなり手間かかるんですよね。まずはこの目玉取ります。硬いのでね、目玉取って、でここにくちばしもあります。くちばしもニュッとこうやって取ります。これですね、くちばしで、目玉とくちばしが取れたら次ここ船が入ってますので、ここつまんで船を取り出します。なかなか取れない場合は船取る前に反転させて、こういう感じで割って開いて、で内臓はこうやってこそげ取ります。
で開いた状態でここで船を取っちゃってもいいですね。まあ、でもこの方がいいかな。こうやってミニスルメイカみたいなこういう状態にします。ものすごく手間かかりますね。でもこうやって手間のかかる食材は手間かければかけるだけ美味しくなりますからね。魚介はこの手の食材多い気がします。開いてここです。ここに味噌が入ってますよね。ここに寄生虫が入っている可能性すごく高いのでこれを取り出してしっかりしごいて取り出します。でここで船を外しますと。はい、こんな感じですね。今日ボイルも作りますか。その寄生虫はボイルしても死滅するみたいなのでボイル済みのホタルイカは問題ありません。でもホタルイカのボイルって僕も毎年チャレンジするんですけどめちゃむずいんですよね。うまく茹で上がらないんですよね。でも今日のホタルイカかなり鮮度がいいな。卵もたくさん入ってるしこれは期待できますよ。この味噌いっぱい出しちゃってますけどこれがうまいんですからね。これなんか内臓ここで取っててもったいないなって感じちゃった。まあ、生の刺身は4枚ぐらいにしておきますか。そしたら塩水で軽く洗っていきます。シャバ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 ーっと。でこれあとは盛り付けるだけで、ホタルイカボイルするときにこのまま熱湯にバチャンと入れたりするとなんかね爆発するんですよね。内臓が全部出ちゃうんで頭の先っちょに串通してこんな感じ。これでカリカリに干して一夜干しにしても美味しいでしょうね。でこれを沸騰前ぐらいの70度ぐらいかな、そのぐらいのお湯に 3% のお塩で、そこにホタルイカをシャポンと。お、いい感じですね。まあ1分ぐらい置いときましょうか。でこうやってある程度ね味噌がこうやって出てきちゃうんですよね。でこうやってパンパンになってこの色がこのブドウ色というかこんな感じになったら OK だと思います。これ揚げて多少粗熱を取ります。うわめちゃくちゃいい匂いする。はい OK。 そしたらこちらがボイルでこちらが生ですね。そしたらこちらを盛り付けていく。そして次サンナッチ作っていくんですけど、サンナッチって料理はこの生きたタコをそのままぶつ切りにしてごま油で食べる料理ですけども、これね海水汚いんですよ。この海水からタコをそのまま揚げてブツブツブツっと切って食べる勇気は僕はありません。ちょっとこういう落ち葉とかこういうエビの殻とかが浮いてたりしますんであんまりいい状態の海水じゃありません。それはそういうもんなんで仕方ないです。腸炎ビブリオ菌とかもすごくたくさん入ってますんで一度綺麗な海水を作ってそこでタコを泳がせます。でその泳がせたタコを食べる直前に真水にさーっとつけて軽く綺麗に洗います。でそこである程度ぬめりも少し落として腸炎ビブリオ菌も殺します。腸炎ビブリオっていう菌は真水につけると死にますのでね、そこをしっかりしてやっていきたいと思います。お水にお塩、そしたらタコちゃんを入れましょう。ほら、よいしょ、めちゃくちゃ息がいいな。はい、泳げ泳げ、よし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 。わあ、これちょっと網から出すと大変だな。これ弱ってるやつから食べようかなと思ったんですけど、もうみんな元気がいい。死んでるのが一匹もない。さすがあそこの魚屋さんやっぱ物いいな。お、逃げようとしてる。はい、泳がせてこれシャバシャバシャバーっと洗います。綺麗な海水で一発目の洗い、これである程度の汚れを落とします。生きたまま踊り食いなのであまりここでゴシゴシ洗いすぎてタコを殺しちゃってもダメなんですよ。シャバシャバシャバっと洗って、これちょっと瀕死状態、あいてててててなってる状態、このぐらいが OK。 テナガダコってタコはマダコに比べてすごく弱いですね。すごくデリケートなんでね、使いは丁寧に。次は水、真水に入れます。真水に入れると一気に終わりますんで、真水はもう殺菌するぐらいの勢い、こねこねして殺菌してあげて、はい、すぐ出す。はい、そしたらタコですね、これを足をかけ切ります。うわ、まだいけいけ。ちょっと残酷ですけどもね、この料理が美味しい。これを盛り付けると。で頭は頭で割って食べてもいいんですけど、僕は頭は別で食べたいので頭は今日はお刺身では使いません。足だけを使っていきます。一匹でねかなり取れますね。でね、これ韓国で牛肉のユッケの上にこのテナガダコの足を乗せて食べる料理があるらしいんですよ。ちょっと名前忘れちゃったんですけど、それがめちゃくちゃ食べたいんですよ。これ足長えな。
うら、すごい。ひとまずこんなもんで。で、ここにごま油をかける。さーっと。そして、お塩。パラ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 っと。はい、これで、手長なこの踊り食い、サンナッチの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら、サンナッチ。まあ、サンナ口とも読むのかな、ちょっと発音はわかんないですけど。で、こちら、生きのいいうちから。これですよ。いただきます。うんまっ。うわ、この味が日本で食べられるとは。うんまっ。間違いなくあんたが今日一番市場で輝いてたよ。あのお父っつぁんも奥に隠しとったんだな。うん、どんどん進む。僕この料理が好きすぎて、マダコのちっちゃいやつで一回作ったことあるんですけど、マダコじゃダメなんですよ。臭いんですよ、マダコだと。この皮のところがね。これでも手長だこはもう全然臭くないですよね。うまっ。手長だこじゃないとこれやっぱできないんですね。こりゃうまいわ。このコリコリ食感とこの噛めば噛むほどの甘み、海を食らってるって感じですね。では次、ホタルイカいきますね。今の時期しか食べれない、冷凍じゃないですからね、この生のホタル。すごく処理が大変だったやつ。お醤油でいただきます。うわ、うまっ。ちょっと待って、これこんなうまいの。僕生のホタルイカのお刺身何気に初めて食べたんですけど、これめちゃくちゃうまいわ。ヒイカとかスルメイカとかそういったものとは全くまた違う美味しさ。そうめんみたいにスルスル食べれますね。この身のところもコリコリしてうまいんですけど、このゲソのところがすごくいいですね。ゲソのところにこう醤油つけてこうやって、めっちゃうまい。ちょっとごめんなさい、フライング。せーの、でん、生きのやつ。これはいただきたい。これはちょっと呼ばれたいです。妥協決まりそう。完璧じゃない、見事なまでの7対3。いただきます。うめえ、たまらん。アサヒスーパードライは軟体生物にも合うね。ちょっとこれすだちでいきましょう。すだってすだって、こちらいただきます。うわ、うまっ。これボイルしたって全然違うわ。クリーミー。家でボイルする価値ありますね。市販のやつとはまたちょっと違うな。内臓がトロッとしたってすごく美味しい。うわ、うまっ。甘いね。うわー、こりゃビールと合うな。思わずため息が出るぐらいうまい。もうなくなっちまった、おたるいか。意外と切ってからこれもう10分ぐらい経つんですけど、全然息がいい。僕韓国にはケジャンとサンナッチとケランチム、これを食べに行くだけに年に1回は行きますからね。それを目当てに。飛行機で1時間ちょっとなんで、そんな遠くないんですよ。僕からしたら東京行くぐらいの感覚なんで、そんだけの価値がある。いや嬉しいな、今日食べれたんだこれ。あれを忘れてましたね。はい、こちら剥いてきましたよと。大ズワイガニ、これでお酢1杯分ですね。この味噌ね、味噌がうまいんだ。ちょっと変なことしちゃおうっと。このタコ足にこの味噌絡めて、これでいこう。いただきます。うまいんかい。こういう食べ方もいいですよ。こういうこと、これめちゃくちゃうまい。こんなカニは飛ぶように売れてしまえばいい。うますぎる。本当にこのね、皆さん、ノンフローズンの無添加の浜茹でのこのクオリティの入ってるカニ食べてみてください。他の味噌が食べれなくなるよ。塩加減もバッチリだな。どう飲みもうまい。これさばき方はこちらの動画でやってますので、もし購入を検討されてる方とか、大ズワイガニスーパーとか市場とかで探してみようとか、よその通販サイトで買ってみようとか、お知り合いさんからたくさんもらったっていう方はね、こちらの動画見ながらさばいていただけたら、とっても簡単にこのようにおろせます。2分ぐらいでこの状態に作れましたんでね、あっという間です。
メスは内子格別ですけど、この大ズワイのお酢の身の甘みと味噌の濃厚さ、これはうまいわ。いいもの売ってますね。自分で言うのなんだけど、それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は市場でひときわ輝いていたお魚を探したら、まさかの奥から生きたテナガダコが出てきましたという回でございましたけども、うわ、もうすごく美味しかった。僕いろんな魚屋さんに生きたテナガダコ入んないですかってずっと言い続けてきたんですけど、なかなかタイミングが合わなくてずっと入らなかったんですよ。初めて扱ったんじゃないですかね、僕のチャンネルで生きたテナガダコは。まさかの普通にありました。しかも、いつでも入るよみたいなことも言われたんで、ちょっとびっくりしましたね。でもあそこのお魚屋さんの大将はやっぱ分かってますね。すごく扱いが難しいタコだと思いますんでね、どの魚屋さんも扱うかって言われたら、そんなに扱わないものなのかなと思いますね。で、生のホタルイカはやっぱ美味しかったですね。あのお刺身は絶品でした。また富山でホタルイカすくいとかも行きたいですね。そしてですね、大ズワイガニの方も本日この動画が公開された時間、再販予約始まっておりますので、カニが好きな方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。で、またね、食べて美味しかった方もまたリピートで買っていただけたら嬉しいです。いや、とても美味しい。で、動画でも言いましたけど、やっぱりちょこっとだけね、黒くなっちゃいます。お酢の方が少し空洞になってますんで、そこに輸送の時に空気が入って、カニの血液と空気が混じって少し黒ずんじゃうことがあります。あそこの部分だけですね、エラとここの両サイドの膜のところ、黒い膜のところは食べても問題ないんですけど、本来は落とすべきところですので、ちょんちょんとスプーンで外れてもらって食べていただけたらよろしいのかなと思います。はい、というわけでいきましょう。バイバイ。